ンマーだった。え、これタイ？え、ミャンマー？わかんなくなってきた。これだ。お、これ。なるほど、そう来たか。これ、これがいいな。これがいい。かわいい、恐竜みたい。恐竜みたい。この顔見ても答えが出ない。え、なんだろう。ハノイ。ハノイです。好きな名前です。ホーチミン。おしか行ったことない。何にも出てこない。行くとこがあるんですね。名前？チンミンさん。わかりません。雑になってるぐらいなので、国民のために平和な。活動ですごくなんか有名になったかなだと思います。全然知らないよ。ひげのおじさんでしょ。なんだろう。大統領。笑った笑ったよ。初代天皇。天皇とかいないか。私ベトナム料理大好きなんですけど、ほうフォーと、あとの生春巻きと、うん、春巻きを揚げたやつとか好きです。ベトナム料理はバインミー。他は何かありますか。バインミーとフォーとベトナムコーヒー。フォー、うん、あとはカレー知ってる。これだよ。青菜だよ。ベトナムの。これが違うのもわかる。うん、どっち？これミャンマーかな。これだ。これ。合ってる？合ってない。世界的に有名だし、日本でも知ってます。全然知らないよ。ベトナム人がするスポーツでしょ。はい。ムエタイ。サッカー。そう、サッカー。優しい。なんかこう、女性らしさをしっかり持ってて、穏やかなイメージがあります。可愛い。細い。細い。確かに。